マイケル・ボルトンはアメリカ合衆国出身のミュージシャン、シンガーソングライター。ハードロックバンドのボーカリストとして頭角を表し、ソロ活動後はブルーアイドソウルやバラード曲のヒットで大きな成功を収めた。1990年、1991年、グラミー賞受賞。1980年代から1990年代の アメリカのアダルトコンテンポラリーチャートを賑わせた当時のアメリカを代表するアダルトコンテンポラリーのシンガーの一人である。1990年代からは三大テノールやルネ・フレミングとの共演などジャンルにとらわれない活動をしている。売り上げは全世界で7500万枚以上、ビルボードチャートで8枚のアルバムがトップ10、2枚のシングルがトップになっている。 ヒット歌手である。主な受賞歴では、アメリカンミュージックアウォーズを6回受賞していることや、グラミー賞に4回ノミネートされ、2回受賞などがある。その他の受賞歴も多数。日本では、バラードの貴公子や、バラードの帝王などと呼ばれ、親しまれている。2015年3月現在、彼の公式 Facebook に、いいねをしている人の数は192万人を超え、今、なお、 根強い人気があることが伺える。グラミー少女少女1953年2月26日、コネチカット州、ニューヘイブンのロシア系ユダヤ人の家庭に生まれる。幼少期より歌やサクソフォーンをたしなみ、11歳から12歳の頃には作曲もするようになっていた。やがてクラブなどで歌い始めた、彼は15歳の時に、初めてのレコード契約をエピックレコードと結ぶ。 この時は本名のマイケル・ボロティンの名義で2枚のシングルをリリースしたがヒットには結びつかずドロップされる。その後、RCA レコードと契約して2枚のアルバムをリリースするが、これも大きな成果にはならなかった。ヒットに恵まれなかったためソロ活動をやめ、1970年代末に新たにハードロックバンド、ブラックジャックをブルースキューリックラと結成。 ポリドールレコードと契約して1979年にデビューする。バンドは、ブラックジャック、ワールズアパートと合計2枚のアルバムを発表、オジー・オズボーンとツアーを行うなど、積極的な活動をするものの、短命に終わる。再び、ソロアーティストに戻って、コロンビアレコードと契約し、名義をマイケル・ボルトンに変更して、アルバム、マイケル・ボルトンを発表。 当時の放題は大いなる挑戦で、キャッチコピーは一人メタルであった。同時期に他の歌手への提供曲も手掛けるようになった。ローラブラニーガンのウィズアウというは彼にとって初めてのメジャーヒット作品になり、ポップチャート最高12位、アダルトコンテンポラリーチャートでは3週連続トップという大ヒットになった。以後もバーブラストライサンド、キス、ケニー・ロジャース、ケニー・ G ピーボ・ボブ・ライソン、パティラベルなどに曲を提供している。アルバム、イザナイの夜では、ハードロック的要素を避け、オーティス・レディングのドック・オブ・ベイをカバーして、自分のルーツを明らかにした。この曲は、トップ42入り、後の大ヒットへの足がかりになる。転機になったのは、アルバム、ソウル・プロバイダーで、初のトップ10入り、400万枚を超える売り上げになり、シングルも5曲が、 トップ40維持した。特にセルフカバーした w e ズ Out You は初のナンバーワンシングルになり、グラミー賞ではベストメールポップボーカルパフォーマンスを授与された。続くタイム、ラブテンガネスも売り上げが600万枚を超えるヒットになり、パーシー・スレッチのカバー曲男が女を愛する時を含む4曲のヒットソングが生まれた。しかしラ o v e is a w o n d e r が アイズレイブラザーズに著作権侵害で訴えられてしまう。以後もカバー曲集やオリジナルアルバムがいずれも数百万枚の売り上げ、トップ10に入るシングルヒットも多数出し続けている。さらに音楽活動と並行して1993年にマイケル・ボルトン・ファンデーションという基金を設立。貧困、心理的虐待、身体的虐待、 性的虐待に苦しむ人たちを援助し、370万ドルを超える額を供与しているなど、様々なボランティアを務めている。多くのアーティストとの共演も積極的に行っている。主な共演では以下が知られており、ジャンルを超えた様々なアーティストとの共演を行っている。ありがとうございます。